元州式寺竹山の三高大名、岩尾、中央は、長旅、左側は、李州通る元空は、朝鮮丹宗時の分身、学者で、生陸神の一人。字は、故郷、号は観覧、霧島田、観覧祭。死後は、帝官。本願は、原州元三1397年に生まれた。本願は、元州元氏で父は別荘を務めた、元県。 母も、元修元氏で、国古関心氏元天常の娘と同時に、元天鈴の老いであった。清掃寺文化に合格し、多くの官職を務め、文掃寺集権電磁化日下げ学に至った。丹州が、清掃により、寧イに流される世の中と接触を断って暮らした。丹州が、寧イに流罪となると、長旅、李州通ると一緒に、寧イを探して、 丹州の文庫を差し上げたりした。1457年丹州が元州にいる時に、清祖が戸部参議官職を持って出資を呼びかけたが結局断った。財政に孫元しく安氏が出社したが、永宗の時の主官として、清祖実録編纂に参加する中時期室によって、殺害されると、自分が書いた本を皆焼却して子孫に文を読んで、妙利を求めるなとたしなめたという。 祝葬時その忠義を称え、故郷に、専門が建てられた。1782年には、金次州南高春、聖、ことぶきらともに、リブ藩書に追蔵になった。死後官門度元州七宝書院に再教された。ダウムこの記述には、ダウムから GFDL、または CCSA で公開される百科辞典。 グローバル世界大百科事典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。